皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学方程式の10回目、今回は比例式の利用というタイトルで文章問題を2問解いてみます。では1番から。兄と弟の持っているお金の比は5対4です。兄のお金が1500円の時、弟の持っているお金を求めましょうと、このような問題ですね。方程式を作るとき、比例式を作るとき、求めるもの、これを X として式を作りましたね。この問題では求めるものは弟の持っているお金の金額、これを求めるので、これを X として式を作ります。最初2人が持っているお金の比、これが書いてありますよね。兄対弟、これは5対4です。そして実際にお兄さんは1500円持っているので、これが1500対求める弟の持っているお金 X、 このような比例式ができます。比例式ではイコールを挟んで内側同士をかけたもの、外側同士をかけたもの、これが同じ答えになるので、これは 5x、 外側をかけた 5x イコール内側をかけた 4×1500 と、このような計算式が成り立ちますよね。 5x は 4×1500 は6000ですね。6000となります。 x の係数5なので両辺を5で割ります。そうして計算すると X は1200、これが弟の持っている金額ということなので、答えは1200円と、このようにして求めることができます。では2番です。姉と妹が折り紙を10枚ずつ持っていました。姉が妹に何枚かあげたので、2人の折り紙の比は2対3になりました。姉が妹にあげた折り紙は何枚ですかと、このような問題です。これもまず最初に何を X にするか、ね、何を求めるのか、これを考えます。聞かれているのは姉が妹にあげた折り紙の枚数ですから、この部分が X ということになります。姉と妹、最初2人とも10枚持っていたんですよね。姉も10枚、妹も10枚持っていたと。でもお姉さんは妹に何枚かあげちゃった。このあげた枚数を X として考えるので、10枚から X 枚あげたので、今持っているのは 10-X、ね、10-X 枚持っていると。これに対して妹はお姉さんから X 枚もらったので増えました。つまり今持っているのは 10+X 枚と、こうなりますよね。そして現在の2人の折り紙の比が2対3なので、 10-X と 10+X、 この比が2対3になるということですから、こんな式が成り立ちます。括弧して 10-X 括弧対妹は 10+X イコール2対3と、こんなような比例式、これができるんですね。じゃあ次は内側同士をかけたもの、外側同士をかけたものが、一緒になるので、じゃあ2+10+X カッコイコール3カッコ10-X と、こんな式が出来上がります。これを分配法則で括弧を外します。下書けないのでこちらに行きます。 2×10 で 20+2×X で 2X とイコール 3×10 で 30+3×-X で -3X と移行します。2x+3x イコール
30-20 と計算していくと 5x は10となって、両辺を5で割ると x=2。 つまりお姉さんを妹に2枚あげた、こういうことになりますね。ですから答えは2枚と、このようにして比例式を解くことができました。今回は比例式の利用ということで文章問題2問解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。